冷蔵庫の中でお父さんこれ見て、うん、寝かせよこりゃ、敵がない、こんなのあるもん、生命力が強い初めて見た、すごい生命力、もうけんとこれ食べられる、食べれる食べれる、食べれるろ、いやもうこれはまあ綺麗なね、まあ息中気根も生えらねえ、冷蔵庫の中で寝ない、うん、はしごを巻いてたらええんだ、うん、これがね、はい、炊いて置いちゃったのがダメになるから、あ、これレンコン、これでちょっと火を入れとくの、はい、皮むくもん、そう、根と一緒に根こそぎ、生えた根と一緒に根こそぎ皮を、生命力すごいね、うん、けど綺麗なんだね、うん、だからこれ、アハナのね、切り抜きのガンがあるのよ、機械が。どこ、おばあちゃんもこうちゅうけんど、わからんきん、うん。こうやって。これも自分で考えたがで。アハナ？もう自分で考えたが、うん。誰になろうってわけでもない。こうやったらハナにならんかなと思ったらハナになったき。うん、なろうたわけでもない、全部自己流、うん、うん、これで今あんまり、はい、小刻みはしてない、あの小刻みはしてない、どういうこと、うん、綺麗な花になっちゃうほんだ、うん、そんなに妖精になっちゃう、ちょっとしか、すごいね、もう一つの方で、そう、そっちでまた花の作り方教えて、こうやって線を入れるだけ、うん、怖いでこれ、手切ったらおおと、そう、気ぃつけんというかね、ぐざっと切れる、ぐざっと、うん、こんなこと教えられんいやいや、まあまあ、どうやって切るというのは、危ない、これ確かに危ない、うん、真似をしないでくださいいやいや、ほんでそっからどうなる、ほんとに切れるで、うん、若い時平気でしよったけどね、うん、もっと小さにしよった、うん、これ切ったらどんなになる？花になったね、うんうん、もっと綺麗なのにしよったけど、いや綺麗なよ、ほら花がいっぱい、人参からダメがいいきね、うん、ねえ綺麗な切り抜きの、あの、キッチンあれがあろうと思って、こんなこと焦られる、手切ったらおお、炊いといたら、綺麗だね、炊いといたらお弁当よ、ちょっと、うん、少し入れられるやん、うん、うん、味付けする、味付けやせないとな、うん、でんこんと人参、
これも崩れたのどうして使うか言ったらね、うん、この崩れたってどういうこと？こんななってやん、うん、どうして使うか言ったらこれ柔らこうなっちゅうきん。でもお鍋にほら、うん、お鍋にきつ当たらんき傷にならんかなと思って、これ、うん、古いがおかず使い、うん、まあ使えるうちはものは何でも大事に使った方がいいわね。こんなものはその代わりネット消毒をして、うん、ふら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 沸かして、はい、こんなことはする。もうおばあちゃんのは決まってるきね、うん、お砂糖とお醤油とみりんでたくが、そう決まってるわ。その分量は大丈夫。お酒と、うん、おばあちゃん、こういう色のね、うん、布巾嫌いながやき。なんでどうして言ったら、汚れ目がわからんき。けど、おじいちゃんがわざわざこうできたの、これ、うん、おばあちゃん、白ばっかりが使うき。うん、こんなのは好き。水分を取りやすいけど、おじいちゃん、水分もせんのにね、このもこうできたから砂糖大さじ1杯あんまり入れん、うん、これは白だしで炊く。どうして言ったらね、うん、色がつくき、はい、色つかん方がいいということ。だってレンコンがけんで白い方がいいことな、うん、白だし、はい、今何入れたのね今砂糖入れたの。砂糖と白だし入れたの。あ、あとみりん、うん、はい、はい、それが美味しいよね。味の母、これは昔から使いよきね、うん、これ自然食の、うん、自然食に売るよ。うーん、うん、おー、そう、色が変わった。それでも煮つけたら人間はなかなか炊けにくいきね。はい、おばあちゃんはこの花がね、うん、もうこれもう終わるね。終わるのか。終わりそうなのは落ちたらいかんき、これ全部持ってきて入れちゅうが。そんなん、終わりかけの花をね、うん、おじいちゃんは取るないって言うけど落ちてしまうやろ、うん、これまた変わっちゅういうの。でも毎日これが好きなの、うん、ほんでこれなんかもね、はい、これなんかもあんた気がつかんの、これだけ変えちゅうの。あ、そう、ほら、うん、こっちからとかこっちから言うたり、そっちから言うたりねえ、チロちゃん毎回言うことがある。チロちゃんさあこれで落とし蓋をしてたら、はい、先入れるよったけど、先は入れるのやめな。先入れすぎて、最初ん最初入れすぎて。お先入れてないやん。入れてる。いや、入れてない、入れてない、ずっと見よったの。見よった、うん、いや、あっこが出たね。何の悪じゃないの。ああいうのが来た。人参の猫やないかい。え、人参の猫やないか。今の猫、うん、分からんけど、かもしれない。よかったな、ね、あ、これは、はいはい、だしの泡確か。だしら入れてないよ。白だしを入れたら、あ、白だしを入れた、うん、まあ美味しい、まあ、美味しいものは美味しいよ。そうやね、あの自分が作っても美味しくないものはおばあちゃん素直に美味しくない、うん、はい、これ入れるか。大変吉日。
あのみりんを入れてお酒入れて、けどお酒入れたら柔らかになるきね。あ、そうなんや。うん。あるふやあるふや買うきね、やっぱり。うん。で、こうたかどうかわからんなんて、もう一回同じものを大事に。そういうこと、そういうこと。そら増えてくる。うん。これでも、これでも、もうよろしい。こうやって置いといても、はい、もう肉買ったの。はい。朝また、ちょっと火を入れない関係、うん、もうこれでね、はいはい、5分が、これを炊く、あの、はい、始末する間。はい。そしたらもう、おばあちゃんも。これで、これで置いとくわけ、切って置いとくわけ、うん、切って置いといてね、朝また火を入れないから。はい。サンゴ焼きね。うん。サンゴ焼き、このぐらい、だいぶ入れる。おいしい、おいしいよ。うん、美味しいわね。そう、ものすごい入れるね。まあこれは入れいかんかったらもうこれお弁当に入れんき。それは何、適当なん？え？適当に量り分け？知らん、もうこんなことしたことないの。初めてしたら おじいちゃん美味しい言うた。え、ご飯は普通に炊いて、何も味付け入れんわけ？これ三合ね、三合炊いて、うん、あの三合のお米の量、あの水を入れて、うん、もうこのご飯に対しての水は入れんわけよ。それで、え、これなんか味付け、あ、味付けとかするんや、一応。塩入れるだけかい、これ。そう。うん、これがいつも作るようなに、きびご飯？お塩。あの、ブロッコリーも、ちょっと立ったろ。こ、うん、んなことはないけど。こっちがええろ。どっちでも大丈夫だけど。絶対野菜食べないから。うん、野菜と肉。揚げ物なんか作らん時はね、うん、できる。やっぱり油使うと長いことか。急ぐ急ぐ。ご飯できたきね。できたね。うん。ご飯。はい、見て。ご飯もさっき、うん、あの。せねかんろ、ゆうべ、焼いてこ。ゆうべ、あの、お水仕掛けておいたのが、炊き上がった。うん。うぐいす、もう、寒いけなかんね。うぐいす、泣くときと泣かんときとあるね。かんときはここの裏。うん。毎年一はこの。うん。毎年ね。うん。毎年九はこの。一はこれってどこに来るの？どこでその辺に。うん。同じ鳴き声。簡単なけんね、しっぽで。うん。あんまり油ばっかり食べてもいかんしね。うん。油のない料理をね。さ
さ。じゃないかね。お約束やね。うん。びっしりないね。これこっち向いたら困る。あら？変化出ないよ。うん？筒くからよ。こう。これ筒かも。あった。これ美味しい。うん。もう変だ、これを消毒をガテラ、この上を移したら消毒になってきた、まな板に消毒、もうこれこっち、ちょっと、うん、あ、この冷やし、うん、冷やしよって、お豆のご飯焼きに、あ、これ軽く絞ってね、はい、軽く絞って、うん、これだけ混ぜて、ねえ、それ簡単だね、簡単で美味しいろ、うん、美味しい、いいの教えてもらうと。本当でもし、これだけ、うん、これちょっとこうなじませて、昆布とあれ焼き体にもいいしね、うん、色も綺麗なろ、うん。おばちゃん、これ、ドキドキ使い。うん。これがあったかい、こら。つらかった。お湯ね、これね、豚の角煮。さあ、ご飯ができちゃうかな。うん、下田で入れるまでにこれ濡らしたらよかった。うん。まあ、ローって折り通し4分見て、4分やってよ、うん、あ、ギリギリだね、できちゃりますようにうわ、すごいね、雨降りよ、降りやらん、うん、そう、そう、今日はお天気、うん、ちょっとみりんを入れたきね、うん、みりんを入れた、ちょっと入れた、どれぐらい、大さじ1杯分、炊く前に、あのスイッチ入れるとき、あのこれはもう本当におばあちゃん、おばあちゃんしかしよらん、うん、と思う、おじいちゃんがあんまり美味しい美味しいだけ、うん、そうや、よかった、友博がおらんときにだけ、どら、うん、美味しい、うん、食べてみる、いや、食べれない、皮
ちゃんが喜びます。うん。あんまり入れられんど。あんまり入れられんどってものすごい量入っちゅうで。入ってないで、これ3個しか入ってないで。ものすごい量。1個しか入ってない。すごいじゃん。へそ、へそかそな。いや、いや、ええけど。これバーは入れないかんど。なんでね、4分これできた。うん。え？4分とか言わんでも火がもともと通っちゃうもんやけど大丈夫だ。いいかん、いいかん。もうその通りは絶対やらんと。うん。もう4分が経った。まだまだ11時に11時のところ行こんといかんだった。じゃあ。お茶入れ。ああ、よかった。うん。何やった？今日は卵焼きも作ってない。うん。このお茶おいしいよね。うん。おばあちゃん好き。もう4分になったのかね。うん。11時のとこへ来たら4分じゃと思いよったんだけど。うん、ほんで。ならもうやってみます。これ美味しいだろ。うん。それ何に？豚の角煮よ。うん。これも長かも。もっとしたい。こんなにお重あるか知らなかった。いや、あるろ、そら。まあ、ご飯が用できてよかった。うん。何回か使うたことあるやん。うん。嫌じゃないの？嫌じゃないよ。肉と野菜と。うん。ものすごい量入るね。え？ものすごい量が入るね。入るろ、割とね。だからおばあちゃんが入れたいのは、うん、これ入れたい。うん。
入れた。レンコンもね、入れた。うん。縦にしたら余計入れてた。どうやろうね。あれだけ余計入れた。うん。ありがとう。同じ色になるね。いい、それ交わってるわよ。これはすごいね。人参も体に入れて、レンコンが5枚ぐらい入っちゃう。レンコンが5枚ぐらい入っちゃう。詰め込みやね。で、ここへ、うん、これは入れん、でもこれが入っちゅうきね、かまんと思うき、うん、これをクリームを入れる。うん、これは全部入れたいね、一袋。うん、4個やきね、結構、うん、結構ボリュームがあるで。ここへはあれが入れる。ここへも入れろか、ちょっと。うん。いかんね。入れるかね。入れたら。なるだけよけ。一つ全部。うん。帰ってきたならしいね。うん、はあ、そんなことないよ。小さいのもんで必要なのだって。うん。で、ここへ。うん。ここへも入れたいのがある。これ全部入れたい。うん、うん、入らんね。これでよくしてもいいか。うん、え、おいしそうなのができたか。おいしそうだね。これがおいしいがやき。何これ、食べてみたろう。うん、な、何かわからん。しいたけの、うん、しいたけの何、しいたけの、うん、しいたけ昆布やって。どれ、見せて見せて、うん、これ本当に美味しい。しいたけ昆布、これ美味しい。美味しいね、それ。これはもう、うん、あの、配中器入れんでもいいと思ってね、うん、入れん、配中器入れんでもいいってどういうこと。あの、これ、整理するが、うん、急ぐ急ぐ。うん、まあ食べてみる。そんなところに、もうここしか入れるところな。うん、美味しい、食べて、本当に。うん、美味しい、美味しい、超。これでも入れたい、これを。入れちゃいちゃう、全部入れた。うん、あ、全部入った。ない。はい、今日のお弁当これで出来上がり。はい、よかった。はい、出来た出来た、うん、どう見た。あ、すごい綺麗に出来たね。綺麗でもないけんの。いやいや、綺麗。あたこないき。できた。よいしょ。うん。ええわ、今日。
どういうこと？この服、あの、ハンカチ。かまんろ。まだ汚れたせんのね。何日も使うてないでね。いや、覚えてない。包帯。包帯やでね。買うというのに買わしてくれんけ。うん。使える。使えるのにそんな買う必要ないよ、もったいない。忘れんように2つ3つ入れた忘れる時があるけね、うん、はい、これでできました。はいはい、できました。はい、で、加えてけ、はい、ありがとう。Thank you.